路線図からどこが中心か見分ける能力っていう大事ですよ、ね、そうどこが栄えてるのかっていう。でもこれやっぱ世紀大道って響きだけじゃないですか。響きだけさあこれが中国です。もうね車がねプッ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 プって言ってます。プッ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 プ信号を守ってる人はいません。信号赤なのにめちゃめちゃ渡って車プップ言っても全然避けるつもりもなくですね進んでおります。うわー信号守らない、すごいな中国。どうなんだろう、人がどんどん渡っていきますね。これかなりやばいんじゃないかと。信号は赤でございます。いや信号赤になりますね、もうすぐね。かなり感覚的には長いような感じで、やっと渡れる。あ車はねちゃんと止まってくれる。車は止まってくれますけどバイクは止まってくれません。バイク止まってくれませんバイクは信号止まりません。気をつけましょうめちゃめちゃ人歩道前なんですけど後ろなんか通りましたね。車は止まるけどバイクは止まってくればいいので法律的に OK なのかな、もしかするとだって別にバイクは行けみたいな、ね、いやだってノーヘルだし分からんねー。異国のだから自分の身は自分で守れと、はい。いやちょっと僕楽しすぎるこれ僕にとっては楽しすぎる光景がすげえ、うん、しかも、ビデオを撮ってても誰も気にしてくれないこっちってなんかそういう文化あるでしょ、人のことはあまり気にしないって感じだよね、うん、ビデオどうでもいいみたいな。いやそれ僕素敵いやこのね信号はねすごいね、もっとでかい交差点行くとほう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 ブブブブ来た。もうねバイクの方が偉いんですよ、信号は守らねえし。いやでここど真ん中、歩道のど真ん中にだよ、歩道のど真ん中に車止めてんだぜ。それ避けるでしょうよ、避けたらバイクに引かれるでしょうよ。いやこれは楽しい楽しんでる。これ新宿より楽しいもん新宿より楽しいもん交通ルール楽しいいや日本では考えられないことがいっぱい起きてます、おそらく日本だったらうわ歩道も走るバイクくん、いや それも OK ですからOK ですよ、この国では OK です。さあここからはですね、このアイビスミニを、使って撮っていきたいと思うんですけど、中国のね街をね普通の画角で撮るとその怖さとかがわからないと思うんで、このアイビスミニを使って広く撮ってみれば意外とねすごいですよ。スレスレ車が走ってたりとかね、かなりやんちゃな街です。ここ普通の電車に乗ってもうちょっと市内地に出ようと思うんですけど、またこの恐怖の信号を渡っていかなければなりません。すごいぜこれ、人の乗り降りだってね普通にバスッと車止めちゃうからね、これはたまんないね。これあバイク逆走ありなんだ、ほら逆走回りですね、バイクの逆走回りです。全然問題ないですね、普通にだって子供乗ってるもんだっておいおいおい大丈夫かこれもおいや警察に怒られた、警察じゃないよ。出ちゃ危ないよ。あ来るタイミングはなくなっちゃった。出ちゃ危ないよ。よいしょ、これで出ればいい。やーべ、ここ。怒ってる怒ってる。めっちゃめっちゃ怒ってるよ。バイク止まる気配ありません。信号あり。いや信号バイクも通ってるもんだって、あの信号あの混んでる信号の中を。うわー来てるなー、なかなか迫力満点の都市ですね。歩くのもバイクのもあんま変わんない、ね、変わんないですねだけどバイク逆走はするし歩道は走るしすごいな。でも電気だよねこれね、電気だよね、電気、エコエコバイク、電気バイクで、僕さっきから気になってるんですけどバイクにナンバープレートがついてないのも走ってるんですよそれもナンバープレートないバイクだし、いやこの街はねいろんな意味ですごいですね。しゃあ、九元
今電車に乗る9元でどうするか、お金入れるの、お金入れて、お金入れる、でここに10元を入れます。するとあ、ほら、おで、お釣りが出てきた、出てきた、あ、出てきた、出てきた、おお、これで、これで乗れますよ。あ、出てきたよ、みんななんか色違いだけど、これ、まあ、みんな行き先別々とかないですよね。よ、ないな、色違いなんだけど同じ字が書いてある。何このアバウトさ。とりあえず3件なんやね、3駅の3件、3件、60円、60円、3が60円、じゃ無事に買えました。これで行きたいと思います。こう見事にね、座ってる人もね、みんな iPhone 触ってるんですよ。結構、ね、進んでる。立ってる人も iPad っぽいものをみんな持ってるし、電車の中でビデオ見たり LINE やったり、今日どこ行く、もう今仕事終わったよみたいな感じで話してますよ。そろそろ着きます。ここでみんな降りるといいんだけどな。でも降りる人も結構いるじゃないですか。今並んでる人結構、ここは良さげな当たりな感じですよね。今の今通った駅の中で一番。はい、着きました。さあ着きました。譲ってくれるのかな、出るの。いや譲らないでしょ、譲らないでしょ。あ、譲った譲った、大丈夫だ。出る人が先になってる。あ、この辺はね、日本と一緒、出る人が先、乗り込む人が後。さあ、すごい人です。はい、これ入れるだけみたい。入れて、おお。あ、みんなパスポみたいな感じの。これが改札。改札で終わりる。券ですね。切符ですね。とりあえずじゃあ、多いね。どうしましょうか。とりあえず出口でどっか。あ、うん。街中に出てきましたけども、この中国でのエスカレーターは右乗りみたいです。つまり大阪と一緒ですね。東京は左です。あや、うわ、結構近代的な建物がありますね。やっぱりさあ、カズさんがここに行きたいと言って来た場所が意外と近代的な開けてる街で、ちょっといい感じですね。おお、来たよ。すごいな、大きな建物と。この辺も開発中ってことですか。ですよね。ですよね。あっち行きます。そうですね。でなんかオフィス街っぽくないですか、この辺。オフィス街なのかな。あ、なんか向こうなんかあのボンボン見えますよ。あ、本当だ。あっち行ってみようかな。2両、2両、2両だ、2両。なんかそこにあの結構ネオンがいっぱいついてるから、向こう側渡ってみましょうか。はい、ここがね、交差点のところなんですけど、このね、車ほらほら、ガンガン突っ込んでくるでしょ。普通だと、止まってるじゃないですか、車って。止まらないもん。人が偉いのか、車が偉いのかっていう感じで、もう最後は、もう、左折してくる車、右折してくる車が、ガンガン、ガンガン突っ込んできます。うわ、バスも、うわ、バスのスピードもすげえ。怖えこの交差点を境にして、向こう側が結構近代的なビルがブワーッと並んでるんですよ。で、後ろを見ると、ほら、もうここにちょっと古臭いのが、こっち側はね、近代的なビルというよりは、昔ながらの多分中国のビルでしょうね。この辺多分、いろんなものを作り始めて変わりつつある街かもしれないですね。いやー、これ、すごい、すごい。すごいな。中国楽しいぞこれ。僕はちょっとお気に入りだなこれ。だって信号関係ないんだもん。やっぱりさすがにこのだけ車の往来があると人は渡らないけど、ただ青信号になって分かると思いますけど、車は突っ込んできます、平気で。車とバイクは。あれ、こっちの方がバイクちょっと少ない。先ほどなんかチャリンコとかバイクとか来ないですか。ああ、やっぱり都市なんですね。あっちの方、あっちの方、これどっち。多分向こうがあれじゃないですか。いろんな近代的な食べ物屋は多いんじゃないですか、向こうの方が。あ、カズさんがあっち来る。了解です。で、あっちすごい人ですもんね。だから向こうへ食べてお金が余ったら向こうへ繰り出すというのも。しましょう、そうしましょう。ありかもしれないですよ。はい、これ赤信号ですか。まだ赤信号ですね。とりあえず、ここまで行きましょうか。あ、でもそこまでですね。赤信号渡りました。
ほら、青になってるよね。あ、ほら青だね。だけど、車は止まる気配ありませんね。青になって人が出てきてやっと車が止まるような感じ。もうこれ多分ね、人が少ない時は青信号でも車バンバン走ってっちゃうんじゃないかな。いや、普通に来た。左側、こっち。もう、すべてがカツアンテナで進んでおります。ああ、なんかこういうの見ると中国って感じだよね。ほら、ザッツ中国っていう看板です。中国ならではの看板がここにあります。いやー、なかなかすごいです。お、なんかいる。ボンボン。絶対、高級店。これはホテルかな。あ、ホテルですね。台湾料理みたいな。ほら、ほら。踊ってる踊ってる。踊ってる踊ってる。あー。派手だなー。いやー、楽しいなー。冷麺って書いてあるんですよ。出てきたよ。お、出てきた、出てきた。出てきましたね。ここは。何ぐらいなんだろう。カズちゃんが興味津々で言っております。ようやく本当に飯屋が出てきましたね。おお、うん、すげえ近代的な建物がほらボンとある後ろにこのアパートメントですよ。でもまあその高さの感じすごいいいっす。これまさにまさに新橋みたいな感じ。これ八百屋ですね。八百屋。あ、でも1個2元とか梨が2元とか。スーパーだ。このスーパー。ウーロン茶で500ミリで2元。2元っつと40円。半額ぐらい。ここの物価は半額ぐらいっすね。安いね。安いっすね。スーパー安いっす、うん、安いね。じゃあさっきのところも安い。ある程度入ってるところは、人がある程度入ってるところはうまそうだもんね。カズちゃんがズン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 と進んでいきました。興味津々に進んでます。さすがチャレンジャー。この奥には学校があるのかな。学校という文字があります。ならどっか適当にさっきの店入りましょうか。さあ、そっか、そうしましょうか。いいでしょ、あの、クオリティはどうでも、あとはもう値段だけですよね。食べ過ぎるところじゃない。そう、それがちょっとわかんないから、一瞬でも入って確認して、うん、人入ってるところは安いような気がするんですけどね。まあ、あとうまい、うん、入ってないところはもう全然入ってないですよね。入ってない、激しいからね。そう、なんか激しい。やっぱり、ここはぼちぼち入ってるでしょ。ぼちぼち人入ってるし。あそこは餃子なんですか。あれ餃子服でも多分どこでも餃子あるの。ここと ここやっぱここ一番人いっぱいいる人的には。ね、本日はここに決まりました。値段も書いてないんで分かんないんですけど、とりあえず入ってみたいと思います。明るいもんね。そう、明るいし人もいるし、うん、ちょっと行ってみますか。庶民的です。じゃあ突撃コーナー入ってみましょうか。行ってみましょう。突撃怖いっすね。怖いよ。怖いっすね。チェック何だろう。3つでなんと3000円ですよ。えらい高いシェイクになってしまいました。